今回は市場の機能と役割について映像を見ながら田中さんにお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速見ていきましょう。こちらでは何をしているんですか？これは競りの様子です。卸会社が全国から集荷した品物を競り人の呼びかけに応じて買い手である仲卸会社の人が値段を示します。あの手は何をしているんですか？あれは手形と言われるもので、生鮮食料品の価格決定を素早く行うために日本で発達した手法です。一番高い値段を示した人がその品物を買うことができます。このように競りによって価格が形成されます。なるほど。ここで初めて生鮮食料品などの品物に値段がつくんですね。こちらでは何をしているんですか？競りで競り落とした品物を分化しています。分化？分化とは荷物を分けるという意味で、例えば福井市場に水産物は1日約40トン入荷しています。それを競りなどで仲卸会社4社に分化されます。そして仲卸会社からお魚屋さんなど市場内では買い出し人と呼ばれますが、そういった方に卸されています。そしてそれらのお店からさらに分化されて皆さんのお手元に届くわけです。市場は生鮮食料品などの品物を安定して供給している大事な場所なんですね。そうです。これが市場の重要な役割なんです。いやー、勉強になりました。また福井市中央卸売市場ホームページでは、卸売価格や流通量などの情報の発信も行っています。市場では買い出し人を募集しています。買い出し人になると、市場内の仲卸会社から新鮮な商品を購入することができます。登録できるのは小売業者や飲食店、加工業者の方などです。お問い合わせは福井市中央卸売市場管理事務所にお願いします。また一般の方は福井繊維市場でお買い物をすることができますので、ぜひご利用ください。